ジム・クレーマーは強気です。クレーマー氏は何年も NVIDIA を信頼しています。2017年には飼い犬を NVIDIA と改名したほどです。私たちは NVIDIA の目標株価を300ドルから450ドルに引き上げた。ただし、買い増しをする前に引き戻しを待ちたいと考えているとおっしゃっています。つまり現在は押し目買いの好機を待っているということ。450ドルという目標株価は2025年度通期の業績予想の約45倍です。45倍というバリエーションは S&P500 の現在の評価額の2倍強と評価ベースでは安くはないが、投資家が過去5年間にこの株につけた平均評価額の40倍をわずかに上回る程度である。ジム・クレーマー、NVIDIA の成長の道筋を考慮すれば、この評価は正当なものだと考えていますとおっしゃっています。そしてジム・クレーマーは AI ブームに関して AI はまだ始まりに過ぎないということを心に留めておくことが重要であるとおっしゃっています。16年前に発売された初代 iPhone は今の iPhone の姿には程遠いものでした。今私たちが見ている AI は例えるなら初代 iPhone ですとおっしゃっているんです。生成 AI のアプリケーションはすでに素晴らしいものだが、今あるものよりも生成 AI の iPhone 14バージョンに到達した時にこの技術が可能になるものについてもっと考えなければならない。それこそがこの AI を実現する巨大企業の株を保有する本当にエキサイティングな、そして少々怖い理由なのです。ちなみに僕は NVIDIA の株価ずっと僕のポートフォリオにないか探しているんですけれども、なかったです。くそ、俺だって次こそは1銘柄に集中通して一発ホームランを打ちたいと思います。とそのように貧乏人は株で一発人生逆転ホームランだという妄想を抱きやすいです。もちろんそういうまぐれ的なことがあなたに起こる可能性は否定しないが、その確率は極めて低いです。だいたい株式の期待リターンというのはせいぜい年率 8% も出れば御の字なんです。これを忘れないように。ですので僕のように嫉妬、妬み、そういったものに駆られている投資家は非常に危険な状態です。他人の儲け話を聞いて嫉妬から大胆なポジションを取る、これが実は株式投資では最も大きく損しやすい瞬間なんです。